我が名はアルマ。今足選ばれしもさあ、アルマの名においてあなたはそのこと仲間が襲われるとき賢いでは一つ承知、あなたは正義のためその地このような姿で生まれるが構わぬか。仲間を傷つける奴は絶対に許さない。俺に挑戦する愚か者がいるようだな。魔術の力見てみたい？豪華で全てを焼き尽くす。支援なら私に任せて。自然の恵みを全ての命に。闇夜に輝く刃、影のごとく振りかざす。伝説の宝物を見つけよう。エルシア人よ、まだ少し。深い眠りの中、箱はもうすぐボ。バーチャルパッドをスライドして前に進みましょう。必ずエルンストを阻止するんだ。ここをタップするとスキルを発動できます。ほう、やめるんだ。だがもう箱の力は箱が暴走。さあ、そこだ。ひざまずけ。そこだ。震え上がれ。そこだ。口ほどにもない。アルマに選ばれし者がこの程度か。時間の無駄だ。消え去るがいい。遠くない未来、怪我は大丈夫。感知したら。さあ、ここから冒険が始まります。新しい装備を獲得しました。どうやら、そうだな。気をつけろ。ブロンズ級のホワイトシーラムだ。芝居だ。貫け。芝居だ。そこだ。新しいカードを獲得しました。
ソウルカードはここからか新しく獲得したソウルカードをソウルカードを装備ソウルカード装備完了。クエストを続けましょう。赤い髪のエレシア人。10年が過ぎ、ごめんなさい。これからオルハはゼーメの神。オルハのあの様子、森には魔獣もそう。しまいだ。いた。近づかないで。私がすぐに追い払うから急いで逃げて。しまいだ。私が治療します。貫け。大丈夫か。誰だ。待て。すみません、おじさまがいて。ああ、いつかきっと。そうだ。それなら。アルマ様、光の導きが我らレダ族の迷いを拭い去らんことを。アルマ様のおつですが。大丈夫。アドルさん、からかうの。あなたはオルハ。この先はどう。クバルさん。オルハ様。それはレダ族の戦士クバルにより。オルハ、私の母、その母と父は10年前に。確かあの日、意識が朦朧としている中。ここをタップして。父さんがエレシア人の。ま、つまりこの笛をオルハに渡せばいいんだね。こんな素敵な私、はい、この笛。これからこれで魔獣と。この術の効果はしばらくの間しか持ちません。このピッカードたち、動きが。ピッカードは魔獣に襲われることもあります。この姿でも魔獣には近づきすぎないように気をつけてください。術の効果が。すみません、アドルさん、新しいカードを獲得しました。ソウルカードはここから確認できます。あれはシルバー級以上の敵だ。注意し。ソウルスキルを使用して元素シールドを獲得できます。一戦。なんとか倒せましたね。強敵に挑んで君の実力を証明するんだ。称号を見に行きましょう。称号をランクアップさせましょう。
その条件も達成しま、称号ランまた強くなりましたね。さらに冒険に行きましょう。アルマ様、よかった、心境が。待て、 すごい、シルバー級の魔獣を倒すなんて。オルハは王殿のレダ族のみゼーメの死。なんだ、祈りの泉で何かが起こ、とにかくそ、スキルシステム、戦闘の前にスキルをレベルアップさせるスキル、ここをタップして新しいスキルを獲得しました。今すぐ試しましょう。今村の外、何が、その、あれ、そこで医者が見当たった。村にもいなかった。族長たちが出かけていった。もしかして医者は、いずれにせよ魔獣の群れに、この魔獣の大群は一体何が起きたんだ。赤組の冒険か。しっかり、大丈夫ですか。これくらいの怪我、なんでもない。そっ、やはり俺の力ではかなわない。貫け。あの時の王道作者、ダメだ。こいつ手強いぞ。バラバラにしよう。これぐらい平気。よかった、私。アドル、ここに。一つ目の鍵は、アルマ様の声が聞こえたの。感謝する。アルマ様が、まさか、オルハ。オルハの物語は、このステージをクリアして、気が、鬼、このかすかな人力に対、オルハ、オルハ、あなたを待っています。ゲージが満タンになりました。エメラス剣の力を使ってみましょう。力を、一戦、あら、そこだ。ソウルスキルを使用して元素シールドを獲得できます。芝居だ。永久に眠れ。オルファ、巫女の地、周囲の地、矢による、力尽き、せっかく完全に、やはり話は、王道族長、オルハ、